皆さん、こんにちは。ヨハネラブです。ちょっとした時間、このチャンネルとお付き合いしてくださると嬉しいです。今回紹介するのは、ボディーライン抜群な、こちらのフィギュアです。ライザのアトリエ2、失われた伝承と秘密の妖精、ライザ、ライザリー・シュタウト、6分の1スケールフィギュア。それでは、サイトへとジャンプ。今回は、アミアミさんのサイトにお邪魔させてもらっています。主人公のライザこと、ライザリー・シュタウトが、6分の1スケールのフィギュアになりました。来た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 ！キャラデザの、鳥だもの先生の、書き下ろしのイラストが忠実に、再現されています。海で楽しむライザちゃんの、可愛らしい姿が、魅力的に立体化されていますね。事件ばかりの笑顔やタオルを大きく広げたことでライザちゃんのわがままボディが強調されています。各パーツの作り込みなど随所にこだわった造形となっており、太ももにくびれなどの魅力が引き立っているのではないでしょうか。エッチ彩色面においても濡れて透けたシャツの質感もリアルで、赤いブラが見えているのも最高です。いじめ抜かれたホットパンツにくびれや太ももお化けなど、ライザちゃんに魅了されそうです。いろいろなアングルから、ライザちゃんのボディラインを堪能できますね。予想以上の変態、天才です、あなたは。広げたタオルは、このフィギュアオリジナルのデザインとなっています。また、波打ち際を模した台座や栗など、世界観を彩る要素も、抜かりなく盛り込まれていますね。さあ、満足させてくれよ。こちらのフィギュアは2023年11月に発売です。そしてお値段は 22,980 円です。このフィギュアをお迎えしたら、ライザちゃんのわがままボディを SNS などで自慢しちゃいましょう。欲しいか、これが欲しいか。今回の紹介はここまで。これらのグッズの紹介記事は下の概要欄に貼っておきます。もしよろしければ、その紹介記事に貼ってあるリンクからアクセスして注文していただけるとありがたいです。もしよろしければ、チャンネル登録、グッドボタンを押してくださいね。それではまた次回お会いしましょう。